大前寺国宝本通り喜びに傾長16年8月17日は、戦国時代の女性。父は甲斐、武田氏の一族、勝沼信友とされ、武田晴信の十枚にあたる。俗名は、松の葉、または松葉。勝沼信元、上野原加藤氏の名跡を継いだ、加藤新発の妹、はじめ天宮氏に嫁ぐ、公用軍艦によれば、 A63 年に、越後国の上杉謙信の関東信仰の際に、勝沼五郎殿は、謙信の調略により、無本を企て、後無本の証拠となる文章が発見され、11月3日に、武田信玄の命を受けた、山形正影に中殺された。松の葉は、天宮織部聖義春に課していたが、天宮家に類が及ぶことを懸念して離縁したという。この、勝沼五郎殿は、 信友の子、信元とされるが、信友の没後に、勝沼には、府中今井市の今井重げが入府して、勝沼今井市となっており、永禄三年以降に、勝沼今井市の動向が見られないことから、勝沼五郎殿は、重げの子、信義とする説もある。さらに、理喜びには、重げ室の母で、インド院筆記長によれば、しげ室により、天文14年3月21日に、 高野山ン道院において、逆宿用が行われていることも指摘される。勝沼信元もしくは勝沼今井氏の滅亡後、勝沼に所在する大禅寺の経イを頼り、提発して、二となり,り喜びにとごうし小さな暗室を構えて、暮らした。大禅寺に来た時に解任しており、幸生が男女は不明。織田信長の公衆政罰が勃発すると、天正十年三月三日、 新府城から落ち延びた、武田勝頼一行が大前寺に立ち寄る。勝頼は、兄の仇の子息ではあるが、心よく迎えて、同時薬師堂に、勝頼、勝頼夫人、武田信勝を迎えて、利喜びにと4名で新城を共にした。勝頼はここで、小山田信繁の裏切りを知り、天目山に向かっている。その後、武田家のことを、物語町に利喜びに気に知るし、 高野山ウ道院へ収めたという、リオロコビニは、今井重げ室の母であることから、武田氏滅亡時には高齢であったと推定されており、リオロコビニ期は、リオロコビニに固くされて執筆された資料であるとする、説もある。リオロコビニ期には、遺本として、主公本リオロコビニの記があり、漢本には、公衆文庫に含まれる天宝八年本などがある。会の資料修正、清水し雄、 武田資料集、海の草書大発刊などに収録、慶長16年8月17日、大前寺で82歳で没死した。子孫は、代々大前寺の近くにあったが、教皇年間に耐えている。デジタル版日本人、明大辞典プラス派と、理喜びにのき、武田三大軍記国史研究会、1916年、359ページ、ABC 丸島2015、 P709 リオロコビニマルシマ2015 P111 今井信義マルシマ2015 P108 今井主月ケ ABC マルシマ2015 P709 リオロコビニありがとうございます